今回は前回作ったこの、自宅で簡単ショートヘアスタイルの切り方を軽くしていくやり方を紹介します。まずは上をこの半分で取ります。で次にここも真ん中ぐらいで取っておきます。でまず全部頭のこの丸みに合わせてまっすぐ引き出したところで、で上も全部この頭の形に合わせたところで引き出して切っていきます。で髪の量をこのように左右のブレ、あとは上下のこの丸みを指で整えながら量を確認します。重い人、軽い人、浮きやすい人がいるので、この時に重さを確認しながら付いていくんですけど、ところどころ髪の量が多いところとかはちょっと多めにすきばさみで減らして切っていきます。で縦で切ったらこのアウトラインもこう触りながらこうぶつ切りになっているところなんかをですね、触りながら このハサミの刃先でぼかしていきます。でこの辺が結構特にバツっていうのが出るとスタイルがかっこよくないので、こういうところもしっかりと触りながらこんな感じで軽くしていってください。で後ろも同じくこの丸さに合わせて同じように引き出してこれで重さを確認。で頭のこの形に合わせて引き出して所々浮きやすい人とかはあんまり根元から入れると浮きやすさがさらにこう浮いてしまって形がおかしくなるので、この触るときにちゃんと確認しながらこう徐々に徐々にこう減らしていくと失敗がしにくくなります。こういうショートスタイルはこのアウトライン、この周りのラインの透け感が重要なので、この辺はしっかり時間をかけて作ってあげてください。ところどころでこう触りながらまた重さも確認しながら、多いところは多めに、あんまり減らさなくてもいい、少ないところはもう軽く。大体こういう耳の裏が多くなりやすいので、その辺多いようだとしっかりと減らしてもらって、で次上ですね。この上のところも同じように頭の丸さに合わせて引き出して、こんな
なるべくこう減らしたい場合はこのようにハサミをこうこのように向けます。でちょっとこう丸みをつけたいときは、こう引き出したときにこのように減らしていきます。でこれもところどころでこう触りながら毛先を調節してあげてもいいです。で、だいたいこの鉢のところ、この辺、この辺りが膨らみやすいので、この辺りはだいたいこんな感じで、で根元の浮きやすい人とかはあまり根元から入れるとこう跳ね上がったことになるので、その辺も注意しながら少しずつ減らしていきましょう。ですごい多いところなんかはある程度こうしっかり全部頭の丸みに合わせて引き出して切っていってます。で同じ毛先はつまみながら突きバサミの先を使って徐々にですね、最悪こう1日で全部切ってしまうんではなくて、1回ある程度切って1日様子を見てから、また重かったら後からもう一回減らすというふうにやってあげると失敗が少なくなります。こういうてっぺん部分は特にあまり根元から入れて失敗すると後から取り返しがつかなくなるので、この辺り付近はあまり根元から入れないように、浮きやすさを見た上でついていきます。で、だいたいこんなところで今回の減らし方は終わりですけど、まだいろんなスタイル別の減らし方がいろいろあるので、また後日動画にしようと思うので、またよかったら見てください。今日は以上です。